影展461个便当。お弁当なら俺が作る。お前も3年間休まず学校行く。分かった。約束する。461个便当是父子间最男子汉的约定。自由奔放的父亲，内向寡言的儿子。講義が無断欠席したらしいんだ。以前すごいこと言われた。自分は父親は選べるって。講義、パパとの約束破っちゃったね。講義のパパ一回も休んでないよ。爱心满点的便当中，拥有着超越言语的力量。周日下午1:33，晚间8点，461个便当。